イラ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 、もうわかんない、やめた、もうやめた。1分で教えて。ジジイに聞け。はい、ちょっと冷静になってほしいのは、原爆は1点でものすごいエネルギーを一瞬でバーンと出して、放射性物質がそこからバーッと飛び散っていくというイメージです。で、その時に大量の放射線を浴びたり、あるいは熱や爆風でたくさんの人が一瞬で亡くなっていってしまいました。原発事故の場合は、確かに原爆の、確かセシウム137と160発分以上という、公式見解ですけども、そういった大量の放射性物質が漏れ出してきたんですが、これは ものすごく大量の放射性物質が関東の方までずっと風に流れて広まっていってしまったというものです。ですから、ちょっとそういった濃さとか、それから広がったエリアの広さとか、そういったことは原発との事故と原爆とはちょっと分けて考えるべきだと思います。わかったか。